生態系に悪影響を及ぼす外来種のアメリカザリガニとどう付き合うべきか、ザリガニを捕まえて食べて考えようというイベントが足立区で開かれました。昭和初期に持ち込まれた外来種のアメリカザリガニは、在来種の日本ザリガニを追い払うなど生態系に悪影響を及ぼしていて、その数の増加も心配されています。そこでまずアメリカザリガニを捕まえるため、スルメイカを餌にザリガニ釣りが行われました。これ何匹目？6匹目です。次に調理するのは用意された食用のアメリカザリガニ。ザリガニ本来の味を味わってほしいと、メニューは茹でたザリガニと煮付けとフライです。最初はエビフライで、なんか最後が苦い。最後にね、ザリガニのね、匂いとなんか臭い匂いが来る。美味しいです。エビと同じ味で、でも身が少し少ないのが残念です。本当のエビだ。主催者はザリガニを通して身近な自然について考えるきっかけにしてほしいと話しています。